ねえねえねえ、なにさこれ、え、なんでしょう、なんでしょう、オリスタイルラビー、特別ちゃん、一週間のご無沙汰であったべ、我が輩はドクロベエだべ。実はだべ、ドクロストーンのあるところが分かっただべ。え、それは本当でございますか。今度こそ本当のこと言ってよ、インチキなしよ。ほんま、お仕置きつらいね。今度は自信があるだべ。日本の昔話にかぐや姫があっただべ。竹の中から生まれてじいさんばあさんに育てられたお姫様のことですね。だんだ、かぐや姫が大きくなったある満月の夜、泣き泣き月世界にお迎えのものと飛んでいった物語だべさ。かぐや姫とドクロストンってどんな関係があるのよ。月に帰る日にかぐや姫がおじいさんから石の入った箱をプレゼントされたことが分かっただべ。はあ、それがドクロストンやね。直ちに月へ行くだべ。私本当の宇宙船なんて作れないのよ、困ったわな。当たり気しゃり気だべ。そのスカーポンは頭では無理だべ。今回特別に我が輩がロケットの製作費を出すだべ。宇宙船の設計図だべ。なんとか作るわ、ドクロストンのためだもの。ドクロベエ様、今回こそ必ずドクロストンを手に入れてみせます。ではやるだろ、成功を祈るだべ。あらー、すごいお金、メガクラブは。ボヤッキートンズラ、今度は本物の月世界行きだ。張り切ってやるんだよ、いいね。あらほら先生。うーん、そうしたいのは山々だけどさ、ドクロベエ様必ずどっかで私たちを監視なすってらっしゃるんだよ。そう、あら、ドクロ控えんだべ。はぁ、ドロンボども勝手な行動は許さねえだろ。司令じゃ、北大陸は西部テチラコマにカウボーイやガンマンの住む町がある。その町にドクロストーンがあることが分かったべ。はい、質問がありますの。なんだべ。はい先生、いや、あのドクビ様、今は現代ですよ、そんな西部劇みたいな町があるかしら。せやせや、またくたびれ儲けてかなわんで。青草赤ポンタ、我が輩の言うことに間違いはないだべ。あると言ったらあるだべ。あ、そう、分かった、あるわよ、あるある。そうかい、そういう態度を取るだべか。そんならそれでいいだべ。お仕置き倍にしてやるだべ。え、倍に。今のは冗談ですわよ、ドクロベエ様。私だけはあなた様を信じておりまちゅわよ。あたしもよ、わいもやわ。もう遅いべ、今週は特別にお仕置きのダブルサービス期待するだべ。では成功を祈るだべ。指令残して毒やん消える。ほんにあなたは無責任。倍のお仕置き気にかかる。バリカンダーで出動。あらほらシャンシャン。いい気なもんですね、合成写真とも知らないで。何かしら嫌な予感。おーり、やっぱりドクロベエ様。先週のお仕置きは軽すぎた。気になってしょうがねえから、お仕置きの追加でもするべか。そんな追加と幕役の差遠慮しますから。そんじゃ我が輩の気がすまねえで。すまねえだって。何言ってんだよぼやっき。さあ早くドクロベエ様のご機嫌を取るんだよ。さあさあ早く。そんなドロンジョ様こそに。何言ってんだよ早く。ブルテーキやめろ、見苦しいだべ。気分まで悪くなってきただべ。やっぱり行くぞ。どないしたんや二人して。はて、トンズラーだけがお仕置きの追加を免れたなんて。もしかしてドクベエの正体は。今までお仕置きされたふりして私たちの目をごまかしてきたのかしらん。
何をごちゃらごちゃら言うてまんねん。ほな次の客の車でバッグを変えときます。あらららら、そんなもったいなかった。まあまあまあ、もったいな。およしになって、およしになって。おー、そうよ。さあさあ、こちらへどうぞ。あ、こちらにお座りください。これは一体どういうこっちゃ。ああ、今まで隠してらしたなんてひどいわ。何言うてんの。本当はあなた、ドクベ様なんでしょ。ですよ。そんな、うわ、うぶ。それならちょっと早く行ってくれればよかったのに。意地悪。意地悪。何や、勘違いしてんやな。勘違いだなんて面白いよかっただわ。そうよ、もうね、足でもお揉みしますから。あんた、もうちょい。まあこの方が楽でいいし、いっそこのまんま。そうですとも。今週はね、メカも私たちで作りますから、どうぞごゆっくりしてらして。ほんじゃまよろしくだべ。気持ちやほんま。まあ美味しそうなカニちゃん捕まえて食べちゃうわ。待ってて待ってて、カニちゃん。でこっちって。痛い痛い、助けて、ドロンジャ様。アカポンタ、相変わらず食い意地の張ったやつらだべ。あら、ドクベ様。皆の者よく聞くだべ。はいいかべ、これからすぐに南の海にあるケチョン島へ行くだべ。そこにロビンソン・クロウするという男がいるだべ。その男が水虫の、あ、いや、ドクロストーンの一部を持っているということが分かっただべ。おお、かゆいかゆい、水虫かゆいだべ。南の島、ケチョン島のドビンソンという男ですね。そうだべ、成功を祈るだべ。なんちゃって、ドクベ様の情報はあっちにならないんだから、もう。決して悪いかにゃん。ブツブツ言わずに行くだべ。ドロンジュ様、なんでこんな時体洗うんですか。うん、だってせっかくの泡はもったいないじゃないか。あ、もっと右、はい、右。しばらくお風呂にも入れなくなるんだよ。ね、もっと体洗っとかなきゃ、もっと。うわー、やだー。そうね、ほんま。グズグズ言ってないで、早くこんなもん、とってよ。すごいな。せーの、控えるだべ。びっくりしたべ。ドクロベだべ。はぁ、あ、よく聞け、ドロンボども。遥か彼方は地球の果て、南極大陸の極点にドクロストーンがあるという。じゃによって早速現地へ向かうだべ。例によって失敗したらただじゃすまんべ。何がそのつもりでないよ。楽ばっかり。ほんまや、自分で間違えといたからにわいらをお仕置きするなんて、こんな生活もう嫌や。わてやめさせてもらいます。ボクちゃんもやめるわよ。まあボヤちゃん、そんなこと言うもう嫌や。トンちゃん、いや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 、そうか、そういうつもりか。そんならこちらにも考えがある。それじゃ今週は成功したらご褒美をあげちゃうべ。やる気になった。じゃ頑張って出発だべ。あら、指令を残してあなたは消える。本人、あなたはドクロ。へえ。あー、クジラッターで出発。あらさっさん、あらさっさん。なんだか今週みみっちい商売だね。これっぽっちの稼ぎじゃさ、ぼやっきー、もっと儲かる商売考えつかないのか。仕方ないわよ、元でもないのに儲けようってんだから。あら、ゲームしゲームし、あたしこういうの大嫌い。ケバケバしてんの嫌なの。アレルギーなの。やだやだやだ。もう嫌だな。もうこんなの、しても。控えるだべ、我が輩ドクロベだべ。よく聞け、ドロンボどもよ。霧の都ドンドンのどっかにドクロストーンがあるとにらんだべ。ドンドンのどこか。ドンドンだって広いまんねん。ドンドンのどこか言われても。ロンドンには有名な探偵モーロック・オームズがいるべ。やつの手を借りるだべ。あら、そりゃ楽でいいわ。きっとドクベちゃん、我々の苦労を見てて気を使ってくれたのよ。ドクベちゃん、いいとこあるじゃない。赤ポンタン、お前らが頼りになんないからだべ。そんなにはっきり言わなくたっていけちゃう。
じゃが問題があるべ。やつは決して悪党の依頼は受けないんだべ。悪党？私たち悪党かしら。世間じゃそう言ってるみたいよ。じゃあ私たち失格よ。スカポンタンだね。それを考えるのが私たちの仕事じゃないか。ドロンコちゃんはなんて察しがいいだべ。ちょくら褒美にチューしてあげるだべ。ドロンコちゃんいつ見てもめんこいの。ドロンコじゃない、ドロンコよ。おめえはめんこくないべ。いけずな毒べ。おめでとうござんす。ところで、ドクヤン様からの指令がまだ出んねん。スカポンタン、ドクベイ様はここにいらっしゃるでしょう。さあ、指令をおっしゃってみて、ドクベイちゃん。指令？あら、どうしたの？おっしゃらないの？あー！うわー！ねえ、羽荒らしでんな。あ、何が目隠しなんかしちゃって、やんな。あら、はおーれ、我が輩泥棒の神様ドクロベーだべ、控えるだべ。耳の穴かっぽじってよく聞け。その昔かの有名な岩窟王が悪魔島に流された。その島のある場所に宝に混じって我らが目指すドクロス島があると聞く。じゃあによって早速おめえらは現場に急行するだべ。失敗したらただじゃおかねべ。はぁはぁ。おーちゃむちゃむ、ほっけちょーん。このオウム、まさか本当にドクロベー様の回し者では。ひどいじゃありませんか、ドロンチョ様。何もこんな手の込んだことをせんと、ドギアン様なら、ドギアン様とは。よ、いつもの癖でさ、やめるわけにはいかないんだよ。もういいじゃないか。ブツルダーチュバーツ。チューチュータコかいな。あら、見慣れないおシャツ、偽札かしら。ドクベイちゃんからの指令かしら。もしかして。もしかしなくても指令だべ。あらら、ドロンチョ様、大変ドクベイちゃんよ。どーれ、みんな出れんこ出れんこと元気かや。はあ、そりゃ何よりだべ。さて、本日の指令を伝えるべ。はあ、例のドクロストーンの片割れだが、南の海はホゲホゲ島のそばに沈む海賊船の船長室にある宝の箱にドクロストーンが入っているということだべ。お前たちは例によって早速それを取りに行くだべ。んだば失敗を、いや成功を祈るだべ。なんだべその態度は。いつだってここで爆発するんでしょうが。誰が可愛い子分たちにそんなことするんだ。まあ感激、子分があっての親分ですからね、ドクベちゃん。ほんと優しい親分ちゃん。親分ちゃん、うん、気安く呼ばれると我が輩ムカつくだべ。みんなちょっと来い、もうちょっとこっちゃい。このくらいこのくらい。あいちゃん行くぞ。いけず。お前が悪いんだよ。そうでしょうか、皆さん。ねえ、ドロンジョ様、ワイの結婚いつになるか占っておくんなはれ。私もお願いよ。私も占ってみようかな。私ぼやき座。ワイトン座。ドロンコだ。あ、そんな星座あったかね。まあ、いいわいいわ。あぶらかだぶらら見えた。じゃあ踊っとるわ。幸せになれるということよ。私たちの運命、絶望で万年。その通り、お前たちの運命はお先真っ暗だべ。なんだ、ドクベちゃんのいたずらだったのね。脅かしくなしで万年。慣れ慣れしい口は許さん、控えるだべ。さあさあ、早く控えるんだよ。バカを凝らすと怖いよ。なあなあ。いえいえ、何でもございます。それで今度はどこにドクロストーンが。聞くだべ。アラジェリアはカスバというところに行くだべ。女頭目のハルメーンってのが持っておる。ハルメーン、手ごわい女だから、反対にお仕置きされぬよう心して励めや。お仕置きは後でゆっくり我が輩が楽しむのだべ。はい、いい加減なことしてる。よし、調べてみよう。あ、これ
我が輩泥棒の神様ドクロベエだべ。いやしびれたしびれた、早く控えるだべ。まあなんて言ったの、何も聞こえないんだから。してもだば聞こえるようにしてやべえ。いつも私だけが、まどうり控えたところで例によってドクロストーンの残りの1個を探しに行ってもらうべかと言いたいところだが、と今回は情報不足で指令を出すわけにはいかねえだべ。じゃあによって泥棒どもよ、今回はこのおそばでも食ってゆっくりと骨休めしてるがよかんべ。おいしいおいしい赤ポンタン焼きそばだべ。あら、毒兵衛様、なんて部下思いで優しいお人柄なんでしょう。赤ポンタン、3分間待て。まあ急に骨休みしろと言われたってね。もう、あ、全国の女子高生が私の活躍を楽しみにしているのに休んでるわけにはいかないのよ、バカ。そうだぼやっき、この際だからさ、ドクちゃんの正体を突き止めてみないかい。突き止めてやるわよ。けどどこをどう探すもんね。私ね、ドクちゃんの正体が気になってさ、ドクちゃんの声をね、情報者に送って似たような声の人を調べてもらったのよ。さすがドロンジュ様。それでその結果は、これさ、ご依頼の声の主と同じ声を持つ人に、水の都アケチスの町にドクロックという町一番の氷菓子がおります。ドクロックにドクロベ、名前も似てるまんね。そうと分かればさ、そっと行ってお会いしてこようじゃないの。完成。どれ、我が輩はドクロベだべ。はぁ、あ、種も仕掛けもないドクロストーンの在りかが分かっただべ。それはどこでございますか。日本は豊臣秀吉の時代、真田幸村がどっかへ隠したと分かっただべ。でもドクロベ様、タイムボカンが終わっちゃって今ヤッターマンですよ。そうよ、あたいタイム解雇っちの作り方忘れたわよ。過去の時代はよう行きまへんの。魔術の力で行くだべ。マジックボックスの原理だべ。たちまち消えて過去へ行けるだべ。マジックボックスメカを作ればいいのね。よし、やるわよ。二度と失敗は許さねえだべ。どんな弁解も聞かんだべ。だばデレデレとすぐやるだべ。はあ、はあ、おれ控えるだべ。まあ、やっぱりドクロベ様、今週は最初からドジ踏み寄ってバカ者めが。お許しくだされませな、愛しのドクロベエちゃま。そうはいかねえだべ、お仕置きするだべ。おーパダリ。あら、ドロンジュ様しっかりして。まあ気を失ってしまったまんねん。むむ、気を失っては我が輩の指令が危険の。はい、その通りです。仕方ねえ、お仕置きは後回しで指令を先にするだべ。しょうこなくちゃ、ドクベちゃん、ドロンジュ様お仕置きなしってしてよ。決めた。しからば指令だべ。ドクロストーンのありかを予知能力で教えてくれる超能力少年がロイツ国のベロソニ市に住むという。この金でメカを作ってさっさと行くだべ。まあ、ドクベちゃんのへそくりなの。感激でまんねん。ありがてえと思ったら今度こそドクロストーンを手に入れるだべ。失敗したらただじゃ済まさねえだべ。感激させてこの仕打ち。ほんにゃ、あなたはわからぬお人でもついて行きます。我慢もしなさい。おっ、ぼやきとんずらメカを作ってロイツ国へ出発ら。あらしゃしゃー、ブレ先生。あにゃー、え、あないとこにブサイクなカップが一つ残ってま。まあ変ね、あんな不細工なの作った覚えがないんだけど、私の芸術作品とは程遠い不細工な出来だわね。きっとドロンジョ様が作ったんでしょ。黙るだべ。さっきから不細工不細工って我が輩のことだべか。ドクベちゃん、ドクロベ様、分かったらさっさと控えんだべ。はあ、どれ、本日の指令を伝えるだべ。あ、ちょっと待つだべ、今いいところだべ。さあ、いよいよラストボール、最終回、タイヤーズの攻撃。得点は3対3の同点です。ツーアウト満塁、チャンスを迎えております。バッターはタイヤーズピンチヒッターのダーブチ。すでにホームラン20本を記録しています。カウント2ストライク3ボールフルカウントです。
さてここでホームランが出れば勝利はタイヤーズのものになりますが、さあどうなるでしょうか。打ってダブチ打つんだべ。タイヤーズが勝たないと我が輩猛烈に機嫌が悪くなるだべ。フレーフレージャイアンツむスカッカン。ここでジャイアンツが勝ったらドクロベエ様のご機嫌は最高に悪くなるんだよ。もうフレーフレータイヤーズ。ピッチャー投げました。あ、打ちました。大きい打球はレフトセンター間ぐんぐん伸びております。やったべ。おっとレフトがバックします。レフトバック、レフトバック、取りますか。取った。ファインプレー。時間切れで試合終了。やったやりました。あら、ドクベちゃんどうしたの。頭から湯気立てて。スカパンパン、お前何見てるんだよ。原本っていうレフトが取ったの。ドクロベ様の応援するチームが引き分けになったんだよ。おのれ、ハラムといい格好しちゃってこのボヤキー様が承知しないわよ。その調子しらーけ。ああ、もう気分壊した。ビシビシ伝えるからそのつもりで聞くだべ。おべんちゃらももう遅かったよね。アメリカのニューヨーク球場にあの有名なブーブルースのホームランカップがあるだべ。そのホームランカップの中にドクロストーンがあると聞く。ホームランカップ。おめえら現場へ急行してドクロストーンを手に入れてくるだべ。失敗したらものすごいお仕置きをするだべ。そのつもりで行くだべ。我が輩最高に機嫌が悪いだべ。あ、これはね。私野球ファンの人とは絶対結婚していらないからね、覚えとけ。控えるだべ。我が輩抜きで芝居をやるとは許さんだべ。あら、聞いてたのね。あれはアメリカのドクベ様のことですのよ。はい、我が輩にはごまかしは効かないだべ。我が輩を抜く前にお前たちを抜くだべ。お許しくださいな、ドクベ様。こいつは本当に口が軽いんですから。ドロンコちゃんがそう言うならまあ許してやるだべ。さて今日の指令を伝えるだべ。イタリッチのある村にピノッキンという木でできたロボット人形がいるだべ。そのロボットを育てているダベット爺さんがドクロストーンを持っているに違いねえべ。お前たちはすぐそこへ行って取ってくるだべ。さあ早く出発するだべ。失敗は許さないだべ。はあ、乗りすぎた。乗り控えるだべ。はあ、今週はお休みでもいただけるのでしょうか。ぜひその時刻表の100ページを開けるだべ。ん、これはロンパリ発10時エスタンプール行き特急ホワイトアロー。まあそのホワイトアロー号で楽しい旅ができるのね。ドクロベエ様って大好き。このお礼と言っちゃなんだけど、あなた様のためなら何だって知っちゃう。知っちゃう知っちゃう知らーき。この国際列車ホワイトアローの中にドクロストーンがあるだべ。またドクロストーン。ドクロストーンを発見し楽しいバカンス旅行にするだべ。ママより怖いお仕置きをされぬよう頑張るだべ。ベル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 ベと言って汽車は去る。ようやるよ。まったくドクちゃんはワルの天才だね。とにかく出発。さっさほら先生控えるだべ。はあ、ところでこの頃のお前たちはたるんどるだべ。なぜにこのようなくだらんメカワヤ。あら、ドクロベ様大丈夫ですか。壊れればよかったのに。なる、いや言ってませんよ何も。ところで司令だべ、例のドクロストーンの片割れだがドンマークのヘンデルセン王国の魔王ミニキーが持ってると分かったべ。魔王。あの魔王って悪魔の魔王ですか。とってもひどい顔の魔王だべ。ドロンコちゃん、しつけ薬の用意していくだべ。大丈夫です、ひどいのにはこの二人で慣れておりますから。しらーしらーき。失敗は許さないだべ。だけどお仕置きは楽しみにするだべ。まったくくだらんメカだ。でもめんこいだべ。ダメなドクちゃんね。赤ポンタン、お前はいつも情けねえべ。あら、ドクベちゃんなの。ドクベ
あら、ちべたいわよ。どうり気がついたところで控えるだべ。はあ、さて、ドクロストーンの片割れの行方だが、アクション。受けない僕ちゃん風邪ひいたみたい。黙って聞くんだよ。バクション。ドクロストーンはヘゲレス国の王女ローズ姫が持っている。姫は 2,3 日中にポランス国の王子シモンと結婚式を挙げるべ。アクション。シモン王子の宮殿で。んだ、そこで今回の命令だが、その宮殿忍び権でドクロストーンを奪えばいいんでしょ。ブーッて派手にしとブーッて。その通りだべ。それにしてもぼやき、お前はうるさいべ。ではお仕置きを楽しみに。本当羨ましいわ、結婚できるなんて。ねえ、私たちいつ結婚できるのかしら。なんで私に迫るんだ。お前には会津若松のお花ちゃんがいるだろ。あら、あら、誰のやこの石鹸箱。あら、控えんだべ。あら、遅かったな、毒屋。バイティ、よく聞け。ドクロストーンの一つは、大雪剣は地獄谷に現れる雪女が持ってるだべ。大雪剣ならワイのふるさとの近くで万年。どこだよ、お前のふるさとは。岩手県。遊んでる暇ないべ。さっさと出発して手に入れるだべ。指令を残して青々と消えた。ほにあなたは合わぬよ。まあ誰の差し入れかしら。きっと女子高生のファンよ、これは。こんな大きなリンゴがあるもんか。毒ボケちゃんの仕業だよ。控えるだべ、我が輩毒ボケだべ。毒ボケちゃんなんだべ。だっていつもドクロストーンのありかがわからないじゃありませんか、ドクちゃん。我が輩はボケちゃいね。いいか、今日の指令は確かだべ。スイスイ国のゲスダーという大官がドクロストーンを持ってる。従前うまいわね、私たちはいつも無駄働きさせてんね。だから面白いだべ。黙って聞くだべ。では出発を祝して頑張れ頑張れ、ドドンボイエイ。おーれ、控えんだべ。出た。何をするか。我が輩ドクさん、いやドクロベーだべ。ドクロベー様にはいつもご機嫌うるわしく。はっかしてちーともうるわしくない。そんだま指令だべ。フランサ国のミロガンという大金持ちの蔵の中を探すだべ。そこにドクロストーンがありますの。その通りだべ。じゃあさっさと出かけるだべ。成功を祈り、お仕置きを楽しみにしてるだべ。これはなんだ。んでも確かにつけたのに。おーれ、控えんだべ。赤ポンタンども、わがはいドクロベーだべ。はあ、ぼやきの間違いじゃないべ。これは私正しかったのよ。それを何も調べないでブチブチ。うるさいべ。今日の指令を伝えるべ。アルプス山中で持って帰る死の大レースが行われるだべ。そのレースの優勝者に贈られる持って帰るストーンという石の盾こそドクロストーンと思われるだべ。持って帰るストーンですね。さよ、お前たちはそのレースに参加し優勝して、その持って帰るストーンを持って帰るストーン。あらあらあら、ひどいシャレ、しらっき。では成功を祈り、失敗を望むだべ。失敗を望むだなんて、毒兵衛のいけず。いいじゃないか、マイクだらけで歌いたくなっちゃう。歌うのは私だよ。えどうり控えるだべ。ああ、私は毒ロベ。ちゃん今日また乗っちゃって。そう、バスは乗るもの。全国の女子高生の人気を保つには涙ぐましき努力が必要だべ。さて、ドクロストーンのありかじゃ。鬼へ山の奥深く、
盗賊の資料天童寺だべ。だば成功を祈るだべ。準備 OK よ。なのに毒屋の知り遅いねん。ここだべ。我が輩はドクロベーだべ。控えるだべ。相変わらず元気そうで何よりだべ。いいかい、あのお面の後ろにはね、きっとドクロベーが隠れてるに違いないんだよ。ま、実はね、いつか正体を掴んでやろうと磁力探知機をあの壁の裏に張り巡らしておいたのさ。あら、ご覧よ、あの壁に何か動く物体が現れているんだよ。ほらほらほら、何かごちゃごちゃ言っとるようだが。いえいえ、あなた様はとっても素晴らしい方ではないかなんて。では今日の指令を伝えるべ。おとぎ国は平安村の柿太郎ちゅう子供がドクロストーンの在処を知ってるべ。おとぎ国？そんなとこございますの？あるから行けと言ってるだべ。そこは昔話の場所と全く同じようなところだべ。わかりました。早速ドクロストーンを取ってまいります。いい心がけだべ。では成功を祈るだべ。ドクベトンズラ、はいね、うわー冷たい。あー、惜しいことしたね。でももしかしてこんなことした仕返しにお仕置きがもっともっときつくなるんじゃないこと。それは言える。冗談じゃありませんよ。今日ただいまやめさせてもらいますから。ぼやき、止めないでください。止めやしないよ。ただね、やめるんならさ、今までのお給料の残りやさ、退職金やろうかなと思っただけ。え、ドロンジュ様、それ本当？今まで一生懸命やってくれたもの、そのぐらいさせてもらわなきゃ私の気が済まないじゃない。まあ、好き、ドロンジュ様。でもね、残念なのはさ、あと少しすればこんなお金なんか問題じゃないほど分け前をやれるのにね。トンズラーは億万長者になっても、ボヤッキーは田舎のお花ちゃんとこんな風になるのかと思うとね。お前次第でこんな風にもなるんだけど。ドロンジュ様、私やります。このまま死んでもドロンジュ様の下で働かせてください。お願いします。いいんだよ、無理しなくて。お花ちゃんが待ってんだろ。お花、平安なの芋姉ちゃん、私の趣味じゃありません。そうか、じゃあこのお金はしまってもいいんだね。はい、ぼやきはドロンジュ様の夫って、いや、忠実なる家来です。そうか、じゃあさっさとやんな。また騙されたんじゃないでしょうね。最近ちと指令が遅れ気味やで、うん、と怠け癖がついたのよ。かわいいかわいい魚屋ちゃん、ママごと遊びの魚屋ちゃん。おいしいはお魚いかがです？控えるだべ。怠け癖などついてはいないべ。我が輩はまだまだ張り切っているだべ。いえ、近頃だいぶお疲れのご様子ですから、少し怠けられた方がいいのではないかと。ねえ疲れなどお仕置きさえすれば治るだべ。ところで今日の指令だべ。目指すドクロストーンの最後の一つがドイテ国のある村にあるという、そのある村にいる人間の言葉をしゃべるカエルが知ってるはずだべ。カエルが人間の言葉をしゃべるわけないじゃない。ああ、もう話になんないわ。黙れ、行けばわかるだべ。そのカエルを見つけカエルに聞くだべ。見つけるまで帰んないよ、我が輩は帰るべ。くだらないシャレ。ほんと疲れちゃう。あんちて、せっこいことすべてに。ドクちゃんに知れたらどうするんだ。赤ポンタンメラが今回はかっこよく現れてびっくりさせてやるべ。だカメカメハ、控えるだべ。うんとだカメカメ、なんちゃって方決めるべ。ごめんなさい、お腹が空いてたもんですからついお札なんて食べちゃって。カメカメハ。あら、何かしら変なカメだね。あら、どうだカメ。わかった、こいつドクボクちゃんの見習いだよ。それでなんか頼りおまへんのへ帰れ。赤ポンタン、控えるだべ。ドクロ
べえ様、現れたからにはドクロストーンのありかが分かりましたので。だんだ例によって。それどこなのよ。それは宝島だべ。宝島、本当にあるんですかドクロストーン。魚の目岬から200海里南の島だべ。ドクロストーンは有名な海賊プリント船長が宝と一緒に埋めただべ。必ず探し出すべ。結構祈る。お仕置きも楽しみにだべ。このカメ、メカカメだったのね。こっちも強力なカメじゃなかったメカ作って宝島へ出発。あれほざしゃい、俺しかいるだべ。我が輩ドクロサットは気に入らんだべ。お許しください、ドクロベ様。ボヤが考えることといったらこの程度なんですの。私がもっといいの考えましたの。いかがでしょうか。言ってみるだべ。はい。来た、赤ポンタン。赤ポンタン。我が輩はお前らとくだらんダジャレをやってるほど暇のさとではない。指令を伝えるからよく聞くのな。よいか、古代の都そのままに今なお残るギリマー国にドクロストーンがあるという。つまりじゃ、ギリマー国の皇帝が暴れライオンを倒した怪力男に代々伝わる宝物を渡すというだべ。それがドクロストーンだべ。お前らは怪力ひねくれすを探し出し、何が何でも手に入れるだべ。怪力ひねくれたですね。怪力ひねくれす、また顔の割に覚えの悪い泥の海なんだから。泥。成功を祈る。失敗すればお仕置き山が待ってるべ。では出発。あ、いや、あら、見事。見慣れない箱だね。いつの間に紛れ込んだんだろう。宝物の箱みたい。じゃあ開けてごらんよ。ちょいと、もしもし、誰か入ってます。入ってます。わぁ、ずっとしただべ。ドクロベ様、おめえたち人のプライベートの時間を邪魔するでねえだべ。はあ。本日の指令を伝えるべ。例のドクロストーンの片割れが南平洋に住む赤クジラの腹の中にあると分かった。赤クジラ。でも赤クジラなんているの。待って、今時点で調べてみます。赤ポンタン、どういうわけかいるだべ。いちいち細かいとこつっとくな。心と土地は大きい方がいいだべ。ということでお前らは早速赤クジラの腹からドクロストーンを取ってくるだべ。かしこまりました。じゃがお前たちがそのクジラに飲み込まれても我が輩は知らねえから、そのつもりで。んだば成功と失敗を祈るだべ。うわぁ。どうしましょう。慌てるんじゃないよ。潜水メカ、捉えた。